海外、誰か日本を止めろ。斜め上を行き過ぎた日本のアニメが世界を爆笑と混乱の渦に。今や世界中で人気のある日本のアニメ、作品数の多さと幅広いジャンルで飽きのこないという点が人気の理由の一つと言えるでしょうが、忘れてはならない部分といえば、やはり斬新な物語も人気の理由なのではないでしょうか。今回は新しいアニメに関する話題なのですが、何やらそのありえない設定が多くの方々を笑わせているようなのです。日本のフィクション作品におけるジャンルの一つで、現代とは別世界を舞台にした物語である異世界。現代人が中世やファンタジー世界に転移し、自分の時代の知識などを持ち込むというタイプの物語は、海外では C.S. ルイスのナルニア国物語、国内では小野冬美さんの十二国記など以前からありましたが、近年の日本では異世界に別のものとして生まれ変わる異世界転生ものが数多く誕生しています。そして先日、主人公が自販機の姿となって異世界に転生する物語、自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようのアニメ化がアナウンスされました。このことは日本よりも海外で大きな話題となっており、その突飛な発想や日本人の無尽蔵な想像力が世界中の外国人に衝撃を与えています。寄せられていた反応をまとめましたのでご覧ください。これが通るならもう何でもありじゃねえか。日本全体と日本人に敬意を表したい。なぜならどの国の人々よりも想像力が豊かだから。もはや笑わせることが目的になってるとしか思えない。原作のライトノベル読んだけどめっちゃ面白いよ。アニメを見るのが今から待ちきれない。この作品はアニメに最適だと思う。ほんと面白いよ。息ができないくらい笑ったもん。アニメは原作の良さをそのまま発揮してほしい。日本人は想像力が豊かだからこそ生まれた作品という旨の意見がありますが、規制が少ないからこそこういった作品が通るわけであって、想像力で言えば外国人の方々もなかなかユニークですよね。海外にも想像力が豊かで才能あふれるアニメーターはおそらくとても多いことと思いますが、規制のせいで本来の力を発揮できない方がいるのだろうなと今回の記事を通して感じさせられた気がします。いずれにせよ面白そうな作品ですね。今後大ヒットアニメになることを願います。海外での放送はおそらく未定でしょうが、世界的に放送が開始されたら一体どうなるのか楽しみです。次回お会いいたしましょう。